La dernière fois, on s'était arrêté de mémoire. Il y avait. On s'était rendu compte que du coup, malgré tout ce qu'on avait pu faire pour essayer de réparer le temps, ça n'était pas suffisant, puisqu'en fait, il restait Karen qui avait foutu le bordel. Puisqu'en fait, il s'était fait passer pour. Alors, je crois que c'est Yakumo, mais j'ai un gros doute là-dessus. C'était chouette, oui. Ah oui, c'était la dernière fois. Et oui, donc, t'es fait passer du coup pour l'ancêtre de Yuito. Donc, il avait pour but justement de se venger de la lune, hein, il me semble. Enfin, j'ai un gros doute sur la vengeance. Mais du coup, qu'il y avait un but. Et que du coup, bah, il était sous. En cryogénisation, sous. Neo Himuka apparemment. Et donc on aurait dû. Enfin, on va devoir le trouver et essayer de tirer tout ça au clair. Alors. Un match de baseball, ok. Il a l'air déçu, hein. Ok, donc du coup j'avais fait quelques missions de relations. Mais pas toutes. Donc on va en faire quelques-unes. Il me semble que. Il me restait. Donc j'avais fait un habit. Ces deux-là, il me reste Kasane également, Kagero. Je crois que c'est tout. Il est où Lucas? Ah, il est. Je suis bête, il est là. Ah si, Lucas aussi. C'est elle qui fait ce bouquin? Ah oui, avec la. Ok. On va commencer par Kagero. Non, j'ai dit Kagero, excusez-moi. Ah, c'est Tsugumi qui joue. D'accord. On aurait pas pensé qu'elle pouvait faire ça, mais is ok. Du coup, on va évidemment commencer par les Oh, étapes de relation. Yuito-ka. そうなのか。わかった。じゃあまた後でな。カゲロウ、あれからしばらく姿が見えないな。ヤボヨってどこに行ったんだろう。おい、ユイト。妙な情報が入ってきたぞ。カゲロウが海抜軍本部で身柄を拘束されたとかなんとか。なんだって？どういうことだ？詳しい経緯は分からないが、スメラギ議長を殺した真犯人のこと、本部長も嗅ぎつけたってことかもな。それにしても、動きが急すぎる。兄貴のことだから、何か早まったことをする気かも。カゲロウがあっさり捕まるのもなんか変だし、とにかく、何が起きてるのか確かめに行ってみるよ。兄さん、何やってんだよ。お前ができなかったことを代わりに果たしてやろうとしているだけだ。さすが本部長、思い切りがいいね。裁判なしで死刑執行とは気が短いことで。バカな真似はやめてくれ。こんなことしたって何もならない。邪魔はさせんぞ、ユイト。お前には覚悟が足りなかったようだ。私はお前のように甘くない。甘くないね。俺は正直あいつよりあんたの方が甘っちょろくてお優しいと思ってるけどな。減らず口を叩いてもお前の運命は変わらんぞ。自分の犯した罪を命で贖わせてやる。ああ、ぜひそうしてくれよ。正直そっちの方がありがてんだわ、俺としちゃ。なんだと？かげろう。俺も自分がやらかしたことのツケを払うつもりはあるけど、まあ生きて罪を償うってのも柄じゃねえし。それに俺はお前らのご先祖のヤクモと同じ時代の人間だぜ。長生きにも程があるだろう。だからもし本部長が引き金を引いてサクッと終わりにしてくれるなら、俺はあの世で感謝するぜ。今だ。銃を下ろしてくれ、兄さん。カゲロウは殺させない。ユイト、なぜその男をかばう？そいつを生かしておく理由など一つもないはずだ。たとえ息子としての私的な感情を抜きにしても、ジョー・スメラギという人間を殺した罪は重い。これからのこの国にとって必要な人間だった。その男は
私たちから父親を奪い、この国から未来を奪ったんだ。ああ、分かってる。だからこそ殺さない。いや、殺してやらないんだ。カゲロウには自分が奪ったこの国の未来を新しく作っていく責任がある。それを果たすまでは死なせないよ。うん。たとえカゲロウが死にたがっても俺は絶対に許さない。だから頼む、カゲロウの命は俺に預からせてくれ。いいだろう。お前の考えは分かった。納得したわけではないが、今は任せる。兄さん。うん。ありがとう。少しでも不審な動きを見せれば次はないぞ。ああ、肝に銘じるよ。D'accord. J'ai toujours un peu cette impression que c'est pas canon avec l'histoire des fois. C'est bizarre, mais. Kagero. Moshikashite. Jiven kara wazato tsukamari ni ittan janai ka? Ore wa tada kejime o tsuketakattan da yo. Honbuchou mo omae no aniki de aru ijou, ore ni chichioya o korosareta wake da ro. Dattara.お前にいろいろ話したみたいに、あの人にも一度面と向かって話を通しとくべきだと思ってな。あくまで穏便に話し合うつもりだったんだが、ま、成り行きであんなことに。いや、兄貴相手なら殺されるかもしれないって分かってたはずだ。さっきの俺の話なら本部長に打たせないためのハッタリだぜ。まだやるべきことは残ってるんだからよ。でも半分は本音だっただろう。それはどうかね。ごまかすなよ。カゲロウは死にたいのかもしれないけど、俺がそうはさせないからな。さっきも言った通り、お前の命は俺が預かる。親父の命の分も生きて責任を果たしてもらう。ありがとうよ。お礼を言われることじゃないよ。死んだ方が楽だって自分でも言ってただろう。それでも礼を言いたい気分なんだよ。おかげで生きる理由ができちまったからな。もうすっかり空っぽになってほとんど幽霊みたいな気でいたが、お前は俺が生きてる限り責任を果たすと思ってるんだもんな。放り出して逃げるわけにはいかねえよな。かげろ、俺は過去だけ見ちまってたから、今目の前にある世界のことをちゃんと見てなかったんだわ。未来を作っていく責任か。ま、せっかくユイトからもらった尊い信頼だ。せいぜいあがいてやってみるさ。ああ、俺も一緒にあがくよ。それでカゲロウが何をするか見届けさせてもらう。よし、それじゃあ手始めに社会貢献だ。ニューヒムカの経済活性化のために街で遊びまくるぞん。いきなりそれかよ。この切り替えの速さ、つくづく尊敬する。そいつはありがとうよ。さあ朝まで遊び倒せ。あー、いいですよ、ポーラー。なみでもあんかんパーソナージョンがさば。あの妙なバッキーちゃんのモノマネはもうやらないのか？ああ、あれね。あれはもうやめた。バッキーちゃんのマネをするだけじゃバッキーちゃんを超えられない。え？カゲロウってマスコットキャラを目指してたのか？バカめ、目指さなくても十分マスコット的愛されキャラだっての。ユイタのフォローを愛玩キャラに任せっきりにするってのもなんとなく寂しいじゃねえのよ。Ma, そういうこと。Il fait du sac prolongé. Mon
On fera Kasane évidemment en dernier. On va continuer par Lucas. Hop. Yuito, chotto onegai ga arun desu. Kore kara issho ni Hieno-san e yama nobori ni ikimasen ka? Ii kedo, yama nobori tte yama no ue ni kai yohou demo deta no ka? Ie, mokuteki wa junsui na tozan desu. Jitsu wa jibun no noryoku no koto de mata moya moya to nayan de imashite. Kintore dake de wa furikire sou ni nai no de 過酷な状況に身を置いて自分と向き合ってみたいと思うんです。それで比江野さんか。でも前登った時はルカ結構きつそうだったよな。確かにこの体での登山はなかなか大変でしたね。でもだからこそ挑戦してみたい。なるべく自分の力だけで登って自分がどれだけ強くなれたのか確かめたいと思うんです。だからユイトも、カイとの遭遇や万が一の事故以外は僕に手を貸さないようにしてもらえますか。自分の壁を越えるって感じか。わかった。でも無理だけはしないでくれよ。ありがとうございます。Pas de soucis, tu vas te débrouiller, tiens. Allez, vas-y, tape. Non.Du coup, on va aller au Mont Yellow? Ah oui. Putain, il y a. Ah non. Luca, solo solo, scoshi yasunda hoga yokunai ka? Ie, mada heiki desu. Ki o tsukawasete sumimasen. Kono tokoro, Yuito ni wa meiwaku o kakete bakari desu ne. Iitte, iitte. Nayanderu toki wa otagai sama da yo. Boku mo.頭では理解しているんです。能力の有無などにとらわれてはいけないと。でも自分がベルペッパーであるということは長い間ずっと僕の心を占めてきた問題なんです。今のニューヒムカの社会ではベルペッパーの生活なんてほとんど考慮されていません。存在しないのと同じなんです。能力を失った瞬間僕もそうなってしまう。その事実が怖いんですよ。存在しないか。ネットもビジョンも見られないってことは確かに世界から無視されてるような感じかもな。でもさ、そんな風に社会の外側にいるからこそこの社会の問題を外から変えていけるんじゃないか。それは理想論です。社会なんてものはそう簡単には変わりませんよ。そりゃそうかもしれないけど、そんなこと言ってたら最初から諦めてるのと同じじゃないか。ユイとは若いから夢みたいな希望を語れるんです。僕はもう数十年この世界で生きているんですよ。何ができて何ができないか痛いほど分かってる。見た目通りの子供じゃないんです。分かってるよ。ルカは子供じゃないんだろ。だったら簡単に諦めるなよ。大人なら大人らしく問題に向き合わなきゃ何も前に進まないじゃないか。でも僕は、あ、危ない。ルカ、ありがとうございます。助かりました。驚いた。滑り落ちなくてよかったよ。あ、いざという時は瞬間移動で戻れたのか。いえ、とっさのことでしたから。あのまま落ちていたら危険だったかもしれません。結局ユイトに助けられてしまいましたね。自分の強さを確かめるなんて偉そうに言っていたのに。それでもいいんじゃないか。俺が手を貸したのなんてさっきの一瞬だけだろ。ルカはちゃんと自分の足でここまで登ってきたんだ。本当に必要な時は人の手を借りたっていいと思う。強さって多分意地を張って誰からも手を借りないなんてことじゃないはずだよ。なるほど。あ、ごめん、俺またなんか偉そうなこと言っちゃって。
いえ、ユイトの言う通りですよ。今の話を聞いて兄のことを思い出しました。カレン元連隊長のこと？兄はあれだけみんなに慕われているのに、自分は誰も信じられずに一人で全てを背負い込んでしまっている。僕はずっと自分の先を行く兄の背中を見てきたけれど、きっともう同じ道を歩く必要はないんですね。僕は兄と同じになりたいわけじゃないから。あってはいけないんです、きっと。ユイト、さっきは感情的になってすみませんでした。いや、俺も生意気言いまくっちゃったから、お合い子ってことで。わかりました。さあ、頂上を目指しましょうか。急がないと下山する前に日が暮れてしまいます。山頂ですね。ああ、到着だ。登りきれたな、ルカ。ええ、日頃の鍛錬の成果と、それにユイトのおかげですね。俺はついてきただけだって。さっきも言ったけど、ここまで来れたのはルカ自身の力だよ。ありがとうございます。ここから見るとニューヒムカが小さく感じますね。そうだな、これだけ遠いと人間なんか小さすぎて全然見えないや。不思議ですね。小さい人間、大きい人間、超能力者もベルペッパーも遠くで見れば同じ小さな点でしかない。国も社会もそんな小さな点の集まりなんですね。それなら僕にも何かできるのかもしれない。ルカ、何かヒントをつかめたみたいだ。山登りも結構役に立つんだな。さて、ユイト、今回の登山のおかげでやっと僕自身の課題が分かりましたよ。よかった。それじゃあ悩みは解決したんだな。ええ、まず僕はもっと大きくならないといけませんね。それは背を伸ばすって意味じゃないよな。もちろん精神的な意味でですよ。世の中を変えるには一人で背負い込むのではなく、たくさんの人の小さな力を集めなければいけません。だから僕は何があっても自分を見失わず、人々の思いをしっかり受け止められる度量を持ちたい。人を信頼し、人に信頼される、そんな風になれればどんな大きいことでも成し遂げられるはずですから。なるほど。なんかすっきりした顔してるな、ルカ。ええ、でもこれからですよ。まだまだスタートラインに立っただけですから。ルカ、さすがだな。俺にはもう十分大きく見えてるよ。よし、俺も負けてられないな。おや、やる気満々ですね。ではこれから一緒にトレーニングしましょうか。早速メニューを。え、いや、さすがに今日はもう勘弁してくれ。僕はずっと兄さんの強さに憧れていましたけれど、最近はユイトのような強さを見習うべきだと思っているんです。え、俺あんなに強くないような気がするけど。強さといっても超能力や戦いの力ではありませんよ。心の強さとでも言えばいいんでしょうか。ユイトの折れない、いえ
折れまいとする強さがあれば僕も変われる気がするんです。 OK。 Alors ユイトの心に近づけたような気持ちです。じゃあ俺からも一歩近づいたからお互いに歩み寄れたって感じだな。 Il m'en reste deux。Hop, et évidemment des couvertures, forcément. Ok, donc il me reste Genma et Kasane. Évidemment, on va terminer par Kasane. Et Genma, j'ai envie de voir comment ça évolue. Je sais plus si c'est l'étape 6 ou l'étape 5. Skoshi tsukiyatte moraeru ka? Ikitai basho ga atte na. Ah, kamaanai yo. Doko ni ikun da?スメラギリオ近くの墓地だ。友人のマサキの墓参りだ。お前も知っている通り、埋葬できる遺体はないが、あいつの弟が家の墓に名前を加えてくれたそうだ。そっか、マサキさん、ちゃんとしたお墓ができたんだな。わかった、行こう。C'est vraiment Castaner en arrière-plan qui est en train de prendre de l'eau de la fontaine.もっとゆっくりしていかなくてよかったのか。ああ、これで十分だ。俺があいつに言いたいことはもう十分伝わっているだろう。手を合わせながら水葉川でのことを考えていた。あんな風に打ち捨てられてきた人間が何人もいるんだな。そうなんだろうな。俺たちが見つけたのは車両一つだけど、きっと過去にはもっとたくさん。退役した隊員が早死にしたり行方不明になることは多いが、俺は心身の消耗のせいなのだと思っていた。だがそれも全て必要な脳を確保するために政府が行ってきたことだったのかもしれん。そうだな。今の政府ならそれぐらいのことはしてても不思議じゃない。ゾッとする考えだけど、使えるものは使い、使い道がなくなれば廃棄する。国にとっては人間も道具と変わりないのだろう。だが俺たちもあいつらも道具などではない。戦えなくなっても別の新しい人生があったんだ。それを握りつぶしゴミのように捨て去った者たちを俺は許すことができない。俺も同じ気持ちだ。俺の親友も同じような目に遭わされたからな。凪のことか。ああ、あいつも正樹さんもこれからいろんな人生があったはずなのに、こんなことが起きる時代は俺たちで終わらせなきゃいけないって思うよ。そうだな。俺はもう役目を終えたような気でいたが、まだ大仕事が残っていたんだな。残された者の責務としてこの国の歪みを正し、その先の新しい時代を見守りたい。ん?ゲンマ、そんな大仕事一人でやる気じゃないよな。当然俺も一緒にやらせてもらうよ。いいだろ。ありがとう、ユイト。改めてこれからも仲間としてよろしく頼む。ああ、こちらこそよろしく。それじゃあアジトに戻ろうか。待て、その前に少し寄り道をしていいか。ああ、別にいいよ。どこに行くんだ？この店なんだが、一人では少し入りづらくてな。あちゃ、一緒に来てもらえると助かる。びっくり創作餃子専門店スザック、なんだかすごそうな店だな。この間お前に連れ回してもらったおかげか、最近は食べ物に興味が湧いてきてな。時間があるときはこんな風にグルメサイトで流行りの店をあちこち調べている。へえ、新しい趣味ができたって感じか。
場所はここから近いのか？なあ、サイトを見て気づいたんだが、実はこの店、以前マサキとよく通っていた店でな、前の店主が亡くなってから店の名前も雰囲気もすっかり変わってしまって、それきり行かなくなっていた。だが昔ばかり見ても仕方ない。新しい餃子も一度自分で味わってみなければな。人気メニューは鬼地獄餃子にファイナルドラゴン餃子？食べ物の名前とは思えないネーミングだな。でボス名前はどうあれ、味は食べてみなければわからん。たまには冒険してみるのもいいだろう。確かに。でもそのセリフ、少し前の現場なら絶対に言わなかったようなセリフだな。そうかもしれん。今までの俺は固くなすぎた。新しいことも恐れず吸収していかなくてはな。そうやって残された人生を楽しむことも、生き直したいと言っていたマサキへの弔いだ。ゲンマ、すっきりした顔してるな。ちょっと若返ったんじゃないか？そんなわけがないだろう。だが、そうだな。確かに肩が軽くなったような気はする。何年ぶりだろうな、こんな気分は。よし、それじゃあ早速、びっくり餃子とやらを食べに行くか。俺のおごりだ。好きなだけ食べてくれ。どうすなら多めに買ってアジトの皆への土産にするか。それいいな。もし名前通りの変な味でもみんなで食べれば笑い話になるからさ。ああ、そうだな。Ouais, OK. Je pense que c'est la conclusion de son histoire à lui, je pense. Hein? Oh non, c'est pas fini? Oh non, je suis pas niveau 6 avec lui. Oh non. Quoi? On parle toujours de bouffe là ou comment ça se passe? Merde. Il est là. Oh non. Je voulais évoluer. Bah non, je suis bête, il est là. Avec niveau 5, c'est dommage. Je peux pas lui faire un cadeau vite fait. Genre juste vite fait, je lui fais un petit cadeau. On va sauvegarder au passage, hein. En profiter tant qu'à faire. Non, là, cadeau. Juste histoire d'augmenter ma relation. Lui faire un sac de sable. Let's go. Prends lui un sac de... Non mais en vrai c'est triste. Je vais l'augmenter parce que après là je suis pas sûr d'avoir autre chose pour améliorer mon... Pour améliorer mon niveau avec lui, donc autant le faire maintenant. Merci. Alors peut-être. Non, bon, tant pis. On va pas forcer. Ok. On va se regarder. Et puis on va faire Kasane. Oh, il y avait Kyoka aussi. Ah bon, bon, on va faire Kyoka et on va faire Kasane en dernier. J'avais oublié Kyoka. C'est bizarre. Alors, qu'as-tu à nous dire toi? Yuito, chodo yokatta wa. Chotto komatte iru koto ga atte. Kitchen ni kite moraeru? Betsu ni ii kedo. どうしたんだ、そんなに慌てて。これは規制がかかってよく見えないけど、一体皿に何が乗ってるんだ。実はね、みんな戦い続きで疲れているから手料理を作ってねぎらおうと思ったのよ。え、これ料理なの？なんか刺激臭がするんだけど。まあ、きっとスパイスを効かせすぎたせいね。実は私、お料理ってちょっと苦手なのよ。
ちょっとなのか。だから料理上手のあなたにアドバイスをもらいたいの。そうすればきっとみんなに喜んでもらえると思って。そっか、そういうことならぜひ手伝うよ。どこまで力になれるかわからないけど。ありがとうユイト、とっても助かるわ。じゃあまずは野菜炒めを作ってみるから見ててちょうだいね。できたわ。やっぱりお野菜の栄養は大事よね。あら、どうしてまた規制がかかってるのかしら。これは多分栄養にはならないと思うな。もっとシンプルなのから始めよう。目玉焼きとか。できたわ。確かにシンプルで作りやすいわね。Qu'est-ce que c'est que ça? あら、やっぱりまた規制が。不思議ね。卵を焼いただけなのに、なんでこんなことに。ちょっとくじけそうかも。さあ、次はどんなお料理を。今日か？大丈夫か？ごめんなさい。ちょっと待っていて。少し休めばすぐに収まるから。もしかして何か病気なのか。持病みたいなものかしら。私の脳には任務遂行のために別人の記憶が移植されているの。渡月の階層ヒトヨポープ博士の記憶。そのせいで時々頭痛が出てしまうのよ。一時は彼女の記憶の影響が強まって自分を見失いそうになってしまったこともあるわ。それってすごく危険に聞こえるけど。ええ、一度は打ち勝てたけれど彼女の記憶がいつまた表に出てくるかわからない。料理でもして不安を紛らわそうと思ったけど、ダメね。私このままずっと不安を抱えて生きるのかしら。その博士の記憶が強化の一部なんだったら確かにずっと抱えていくしかないのかもしれない。そう、そうよね。あ、いや悪い意味じゃないんだよ。実は俺も最近ずっと不安を感じてるんだ。ユイトもなの？ああ、自分の脳のことも世界のことも、これから何が起きてどうなるのかわからないことだらけでさ。だけどそんな状態でも立ち止まらずに進んできたから、強化たちと和解してまた仲間になれただろう。つまり未来ってどうしても不安がついて回るけど、それって必ずしも悪いことじゃないのかもなって。きっとその通りね。渡月にいた頃は何も不安がなくて、その代わり私自身の気持ちは抑え込まなければいけなかったわ。今は未来への不安がある代わりに自分が望むように生きていられる。うん、今の強化は生き生きしてるよ。ありがとう。私が博士の記憶を恐れるのもそれだけ今の自分が大事だからかもしれないわね。さあ、頭痛ももう収まったわ。気を取り直してお料理しましょう。Let's よし、俺も何か強化に作れそうな料理を考えてみるか。そうだ、おにぎりはどうかな。まあ家庭的でいいわね。お米は何で洗ったらいいかしら。米は俺が炊くから、強化は握るのを頼むよ。よし、苦労したけどなんとかできたはずだ。ユイトに教わったのとは少し形が違ってしまったけど、我ながらいい出来だわ。早速みんなに配りましょう。そうか、強化が料理をね。
休養を思い出したので、私はしばらくアジトを離れてもいいかな。これはおにぎりなのか。何やらまがまがしいものを感じるぞ。僕はその皿には絶対に近づかないからな。近づけようとするなよ。すごい怖がられようだな。気持ちはわかるけど。大丈夫、ちゃんと食べられるって。ほら、ほん、うん、ありがとうございます。本当ね。なの？見た目はともかく味は悪くないわ。重ねが言うなら信じて良さそうかな。本当だ、美味しい。なんとかみんなに食べてもらえたな。評判も上々だし。ユイト、私感動したわ。料理で人に喜んでもらえるなんて生まれて初めてよ。そうなのか。いや、まあそうだよな。でもそんなに嬉しかったんだな、今日か。ええ、ポープ博士の知識じゃなく、私が自分で新しいことを学んで実践できたのが何より嬉しいの。なるほど。おにぎりの握り方なんて庶民的な知識は博士にはなかったのかな。こんな風に日々挑戦したり、人に喜んでもらったり、そうやって私自身の記憶を積み重ねていけば、いつかは博士の記憶もただの遠い記憶になって薄れていくのかもしれないわね。うん、きっとそうだよ。そんな希望を持てたのはユイト、あなたのおかげよ。改めてお礼を言わせて。お礼なんていいよ。俺も京香がいつも見守ってくれるおかげで頑張れてるんだしさ。あんな小さな子供だったあなたからこうして教わることになるなんて本当に立派になったわね。さすがにそんな昔と比べないでくれよ。もう子供じゃないんだからさ。そうね、あなたはもう子供じゃない。私もちゃんと成長しなくちゃ。不安を恐れず前に進めるように。俺にできることがあったら何でも言ってくれよな。そうね、じゃあ今度は私が全部自力でおにぎりを作ってみるから味見役を頼むわね。え、あ、あ、そうきたか。何でもなんて言わなきゃよかった。はいはいはい。ユイト、お腹空いていない？どこか痛いところは？マッサージでもしてあげましょうか。だ、大丈夫だよ。あら、嫌だわ。また気持ちの押し付けになってしまっていたわね。でもあなたにはなんとなく守ってあげたくなるような不思議な魅力があるのよね。オッケー。最近ね、ユイトとのつながりを強く感じるのよ。とても温かいつながりよ。ちょっと照れるけど、うん、俺も京香と話してるとなんか癒されるよ。ジェラルメスキュー。Ah non, pas tant que ça, ok. Ok. Allez, la dernière, et après on va avancer sur l'histoire. Yuito, ちょうどいいところに来たわ。今から一緒に菊池場に行かない？ああ、いいよ。でも、どうして菊池場に？少し話したいことがあるの。前に水葉川へ行った時みたいに、場所を変えて話せたらと思って。先に行っておくけど、お弁当はいらないわ。話をしたいだけだから。ああ、うん、分かった。弁当はなしか。
やっぱり惹かれたのかな。Alors, je m'excuse, j'étais en train de me moucher. Ok, je pensais pas que ça serait encore une mission avec Kasane du coup. Ah d'accord. Je comprenais pas qu'est-ce que c'était le QTE que je m'étais pris là, mais ok, je comprends. C'est l'amélioration de Anabi. Ok ok. Donc ouais, je m'attendais pas à avoir une autre mission comme ça avec Kasane. Après c'est vrai que c'est un personnage important forcément. Ah bah elle disait quelque chose. Non, mais... 前に二人でここに来た時のこと覚えてるか？あれからずいぶんいろいろあったよな。前っていつのこと？あった、ジョブリエ。覚えてないのかよ。いきなり好きな人はいるの？なんて聞かれて、こっちはびっくりしてたのに。C'était pour Naomi ça。ほら、二人で瀬戸隊長の万年筆を探しに来ただろ。カサネが心情調査だとか言ってさ。ああ、あの時そういえばそんなこともあったわね。あの頃は自分がこうして世界を揺るがすような事件に巻き込まれるなんて夢にも思わなかったよ。自分だけじゃないわ。周りの人たちにも何が起きるかなんて想像もしてなかった。そうだな。おーい、ちょっと邪魔するぞ。その付近で大きな怪異の群れを2つ確認した。かなりの数だ。この辺りじゃちょっと見ない規模だぜ。お前たちなら問題ないと思うが、一応気をつけてくれ。了解した。どうする、カサネ？二手に分かれましょう。その方が効率がいいわ。あ、だか。分かった。じゃあ俺はこっち側を。だいたい片付いた頃に連絡するよ。ええ、任せたわ。はあ、渡るの言う通り結構な数だな。重ねの方は大丈夫かな。ん？どう？重ね、どうしたんだ重ね。渡る、状況を。ダメだ、繋がらない。通信障害なのか。サスまで使えないなんて。ああ、落ち着け。大丈夫。俺一人でやれる。フルコラコラ、du coup。Semblerait que oui. Ok, d'accord. Oui, genre vraiment en plus. Ok. Ah si, je peux quand même utiliser les miens. Mais j'ai rien. Ouais, ok, d'accord. Oula. Oula. Oula, il est en train de déprimer là d'un coup là. Attaque-le. Gros bouffon. Le mec, il est tout seul 2 minutes, il déprime déjà, c'est chaud. On va aller aider Kasane. Apparemment, elle ne s'en sort pas. Ah, y a un objet, mais...
Allez. Je sais pas s'il est en bas ou s'il est en haut. Ah bah je peux pas le chercher de toute manière, allez hop. C'est vite vu. je dois monter j'imagine. Ok. Ok. Ah, je peux sauvegarder, trop bien. Petite sauvegarde. Comme ça, l'interlude de Kyoka sera passé. Et il me restera juste à terminer celle-ci. On va pas trop s'attarder sur les objets, hein, tant pis. Ah oui! Il y a de quoi faire, effectivement. J'ai pas réussi à dodge. Je pourrais utiliser le truc ultra pété là, mais bon. Il y a un boss, bon. Allez, encore un coup. Let's go. Hop, voilà, on lui a mis mal quand même. On a mis de life, ça va. Ah bah voilà. Kasane, mada sasu wa tsugujinai ka. Mou hitoiki da. Futari de taimingu wa awasete todome wo sasu. Tanomu Kasane. Ah!
今だ。今のは結構ギリギリだったな。そう、私は特に不安は感じなかったわ。ユイトならあのタイミングで仕掛けると思ったから。俺は正直ドキドキしたよ。サスなしでもちゃんと連携できるもんだな。相手がユイトじゃなければ失敗していたと思うわ。うまく合わせてくれてありがとう。嬉しいな、カサネに褒めてもらえると。カサネはいつも辛口評価だから。私そんなにいつも厳しかったかしら。まあいいわ、早く上に出ましょう。 OK。 おお、すっきり。ここからだと月がよく見えるわね。ああ綺麗だな。それで俺に話したいことって？一度ユイトに聞いてみたかったの。この戦いが終わったら何をするつもり？え？なんとなくは考えてるけど、ちょっと大げさで笑われるかもしれないな。私はどんな答えでも笑わないわ。ありがとう。俺さ、この世界を変えたいんだ。世界を？ああ、この国の嫌な部分たくさん見てきただろ。今の世界は無数の悲しみと犠牲の上に成り立ってる。そうね、スオーでもセイランでもトゲツでも、それぞれの場所で苦しんでる人たちがいた。もっと強い超能力をとか、超能力で世界を巻き戻すとか、そんなことのために何人もの人生が狂わされてきた。こんなのもう終わりにしなきゃいけない。全てが超能力のためにあるような世界じゃいけないんだ。もう誰もナギみたいな目に合わせない。それが俺があいつにしてやれる唯一のことだから。だから俺、今みたいに何もかも能力に頼らなくてもみんなが暮らしていける世界に変えられたらって思う。きっとかなり時間はかかるだろうけどさ、もともとベルペッパーの俺にはぴったりの目標な気がするよ。ベルペッパー、そうだったわね。脳の調子はどう？超能力を失うかもしれないという話だったけど。今のところ大きな変化はないかな。でもいずれはベルペッパーに戻るんだろうって覚悟はしてるよ。意外と落ち着いているのね。先のこととはいえ少しは落ち込んだりしているのかと思っていたわ。そう言われるとそうかな。まあ不便にはなるけど、不思議と怖くはないんだよな。さっき通信障害が起きた時も同じことを思ったんだ。さすなしでも重ねと背中合わせで戦ってた感じで。似たようなことを考えてたのね。超能力をなくすのはあんな感じなんじゃないかな。俺が重ねやみんなと繋いでるのはさすだけじゃない。顔が見えなくても声が聞けなくても本当に大事なつながりはなくならない。だから俺やっていけるよ。頼もしいわね。最初の頃は正直一緒に戦うには頼りない相手だと思っていたけれど。そう思われてるんだろうなって気はしてたよ。でも今のユイとは違うわ。きっと本当に世界を変えられると思う。カサネ、ありがとう。いいえ、私も安心したわ。この世界のことはあなたに任せてよさそうね。え、この世界って、重ねはこれからどうするつもりなんだ？まだはっきり目的が決まってるわけじゃないわ。でも漠然と
この世界の外のことを考えてる。あ、もう外？この世界、ニューヒムカの外って、まさかあの月？人類が月から来たって話を聞いてからずっと気になってはいたの。この世界の外に私の知らなかった世界があって、そこには私の知らない人たちが生きている。そして地上と同じようにみんな苦しんでいる。怪異に襲われる人たち、怪異化した人たち。そう考えたら放っておけない気がしたの。私が何か力になれるんじゃないかって。月の世界か。話としては理解したつもりだったけど、スケールでかすぎて全然実感できてなかったよ。まして、そこに生きてる人たちを助けるなんて考えもしなかった。やっぱり、カサネはすごいな。すごくなんかないわ。私はただ、守れたはずの人を見過ごして、後悔したくないだけ。カサネはさ、そうやって誰かを守るために、たとえ一人でも、前に出て立ち向かっていくんだよな。まるで怖いものなしみたいに。子供の頃の俺はその姿に憧れたんだ。俺もそんな風になりたいって。もう十分なっていると思うわ。それに私が一人でも怖いものなしだなんて買いかぶりすぎよ。さっきあなたも言っていたでしょ、本当に大事なつながりは会えなくなっても消えたりしないって。それってナオミのこと？お姉ちゃんだけじゃないわ。ママとの記憶も、あなたやみんなと過ごしてきた思い出も、全部私の胸に残ってる。ずっと私のそばにいる。怖がらずにいられるのはそのことに気づいてからよ。一人でも一人じゃないってことか。いいな、それだから今ならどこへでも行ける気がするの。あの空の向こうだって夢みたいな話だけど。行けるよ、きっと。いや、絶対。ありがとう。ってことは俺も重ねもこれからは別々の道を行くことになりそうだな。私たちだけじゃないわ。みんなそれぞれの道を見つけて、少しずつ離れ離れになっていくんだと思う。うん、寂しくないって言えば嘘になるけど、離れていても仲間だから。ああ、さてと、そろそろアジトに戻ろうか。そうね、戦いの前にも後にもやることが山積みだもの。まずは目の前のことから片付けないと。でもちょっと楽しみだな。カサネの話聞いたらなんかワクワクしてきたよ、これからのこと。簡単なことではないわよ、お互いに。だから頑張りましょう、それぞれの場所で。ああ、絶対今よりいい未来にしてみせる。どれだけ時間がかかっても。時間をかけるのもいいけど、のんびりしていると私が先に月を平和にして戻ってくるわよ。え、これ競争なのか？カサネは負けず嫌いだな。 OK。 Un lien hors du temps. Ok, ok, ok. Et du coup, ça ne m'a pas amélioré mon lien d'affinité avec Kasane non plus. Alors...
Voilà. Mais du coup, ouais, c'est vraiment comme des frères et sœurs, quoi, du coup. Vu qu'ils ont la même mère de toute manière. Chacun va nettoyer un côté et faire leur travail. Ok. Ok, ok. Du coup, on va avancer. Et puis, donc, on va voir si on peut faire quelque chose contre Karen. Enfin, ça peut être le dernier chapitre, du coup. On va voir. ブブキレンタイ長から連絡来たぜ。すぐにスメラギ寮へ向かってくれって。本部長が来てくれるらしい。兄貴が。そういえば兄貴って今どういう状況なんだ。まだ立場は本部長だけど、権限はほぼ移譲されてて、ほとんど表には出てきていないみたい。おそらく政府は全ての責任を押し付けて切り捨てるつもりなんでしょうね。 本部長もそれを分かっているから、手を貸してくれる気になったのかもしれません。協力してくれるのなら、それでいいわ。急いで向かいましょう。スメラギ寮へ。Intéressant.